はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はセリアジェルを使った簡単ニュアンスネイルになります。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、じゃあまずこちらの2種類を使っていきます。今回は2種類の簡単ニュアンスネイルをやっていこうと思います。やり方はね一緒です。はい、じゃあまずチップに色をのせていきます。蓋は両方開けときますよ。ではニュアンスグレー、こうちょっと斜めにのせます。でホワイト、こんな感じです。そしたら固めずに、これ前のベース&トップですね。私まだこれ余ってるんでこれを使います。でこれの方が今のベース&トップよりサラサラだからやりやすいので、ちょっとこっちでやりますが、この前のやつがない方は今のでやってもいいけど、ちょっと今のやつって固めだからちょっと仕上がりが違うかもしれないので、サラサラのものがあればね、サラサラのものを使ってもらうのが一番いいかなと思います。はい、で今色の境目のところにのせてなんとなくぼかしていってます。なんとなくですよ。で色同士はまああんまり混ぜすぎない方がいいかなと思います。はい、でちょっと微調整で色を足します。ちょっと白をね、ここに。これ微調整するときじゃなくて、ぼかすときはね、あんまり筆圧かけないんで、表面触るぐらいの感じでいいですよ。はい、こんな感じです。これで硬化していきます。続いてはさっきのニュアンスグレーとバイオレット。こちらを使います。やり方は一緒です。最初にじゃあニュアンスグレーをちょっとさっきとね違う感じにしよう。ちょっと違う感じね。なんか白星とかってあるじゃないですか、こういうのって。だからちょっと意識しないとね違う感じにできないんですよね。はい、でバイオレット。バイオレットはこのニュアンスグレーと色味が近いっていうか、なんていうか系統が一緒。ニュアンスグレーとバイオレットとかパープル入ってる感じがしたので、ちょっと今回合わせてみました。はい、じゃあこんな感じです。じゃあさっきと同じでクリアジェルでぼかしていきます。で透明なところがあってもいいと思うので、あえて透明なところを作りますよ。まあもともと色のせてないところはそのまま透明でやればいいと思います。はい、じゃあこんな感じで硬化していきます。はい、じゃあ2本ともアート完成になりますので、これでトップを塗って仕上げていきます。でちょっとね、こう、もやもやさせたのもあるので、若干凹凸があるので、一回で凹凸を埋めれない場合は、トップに度塗りがいいと思います。でノンワイプって基本、こう、硬化熱が結構あったりするので、一度でたっぷり乗せない方がいいですよ。痛いので、痛いというか、熱いというか。はい、じゃあこれはこんな感じで硬化しますね。これは何だろう、そもそもちょっとチップが若干歪んでましたね。おっとと、チップが歪んでました。はい、で、あまり厚塗りにならないようにしていきます。これで硬化します。はい、これじゃあ1個目のやつ、もう1回トップ塗ろうかなと思います。ちょっとね、凹凸があるので、気になるので。
う最終的にどう、あ、最終的にどうしても埋めれないっていう場合、一回もう完全に硬化しちゃって、ノンワイプの場合はまあそのまま、拭き取りが必要なものの場合は拭き取りをして、一回表面をね、あのファイルとかで削っちゃって、綺麗にしてからもう一回トップするのもありだと思いますよ。削って、表面凹凸を、凹凸かね、綺麗にしてからやると、仕上がりはいい感じになると思います。はい、硬化します。はい、じゃあこっちも、二度塗りします。はい、じゃあこれで硬化していきます。はい、じゃあ2本ともトップ塗って完成になります。え、めっちゃいい感じになりました。ほら、この透け感と色の感じ。これバープ、この3色、3色じゃない、この2色に白入れてもいいですね。かわいい、こんな感じ。ちょっとね、爪に合わせたいんですが合わせたいんですが、これなんですよね、爪が。これはいけるかな。ちょっとグリーン透けちゃうかな。あー、ちょっと透けちゃうかな。これはもうアウトですね。はい、ほら、めっちゃグリーン透けちゃう。透けちゃうけど、なんとなく想像してみてください。このクリアというか、グリーンが透けてる部分がクリアだという感じで、わかりづらいかな。でもね、こんな感じです。今回はこの2色でやりました。この2色、違う違う、3色でやってみましたが、色ね、もちろん変えてもこれ結構何でもいけると思います。可愛くなると思います。ちょっとこれがね、わかりづらい、ちょっとここに置いてみよう。こんな感じです。はいはい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。